はい、お茶。ありがとうございます。ということで、今日なんですけども、無性に食べたくなる、あれを作りたくて、買い物に行ってまいりました。おっす。今日さ、お好み焼き作りたくてさ、なんかその具材みたいなのないかな。あるね、ここに。俺ある、待っとった。おお。ある、お好み焼き。これは、アミエビじゃん。桜エビの代わりに使えるやつね。じゃあこれいただきます。はい。あと、まあ、海鮮のお好み焼きといったら、まあ、エビ、イカ、ここら辺は欲しいですよね。安定の、ヤリイカかな。ヤリイカ買ってエビはあれいるよ。お母さんおはよう。はい、おはよう。大きいの入ったね。いいのあるね、伊勢エビ。お母さん、これじゃあ一匹もらおうかな。これ伊勢エビを。でかいね。いい伊勢エビだね。最高だね。あと貝を入れても面白いと思うんだよね。お母さん、あと大アサリも2つください。とりあえず買い物は終了しましたんで、帰宅。というわけで、本日の食材がこちら。伊勢エビ、大わさび、ヤリイカっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。伊勢エビ、ヤリイカ、大わさび。っていうことでね、買ってまいりました。新鮮なやつ。ヤリイカは冷凍でしょうけどもね。で、今日はね、海鮮お好み焼きを作ろうかなと思いまして、僕の好きな魚介3種類買ってきました。伊勢エビの入ったお好み焼きなんてね、食べたことないので楽しみです。そしたら、こちらの魚介をさばいていきます。じゃあまず伊勢エビさばいていきます。角を切ります。ごめんな。角を切ったら素早く、これ入れて、こっち側にも入れて、素早くやってあげることが礼儀です。はい、こんな感じ。うわ、美味しそうな味噌が入ってますね。これは後日お味噌汁に使います。そしたら殻を剥いていきます。両サイドに切れ込みを入れていきます。切れ込みが入ったら裏側の甲羅を剥がしていきます。こんな感じ。そしたらこっちの殻も徐々に剥がしていきます。この指を甲羅に沿う感じで身を剥がしていきます。はい、このように身が取り外せました。はい、次にヤリイカおろしていきます。まあ、ヤリイカというかこれ剣先ですね。これ間違えると変な魚おじさんに怒られますんでね。まず表側に包丁を1本入れます。あ、ちょっと待って、ごめんなさい。今日は開かないでイカリングにしよう。壺抜きして、で船を外します。こういう感じで指を突っ込んで、こうやってエラを取り外します。これですね、これエラ。もう一回いきますよ。壺抜きして、船抜いて、エラを取ると。そしたらゲソの処理していきます。目玉の上に包丁を入れて目玉を取ります。で、ここに指を入れて、ピッと、こうすると内臓だけ取れます。ここ軟骨ですので美味しいので、ここは残します。で、くちばしを取り出して、で、あとはこれをぶつ切りにしていきます。次はこちら、大アサリですね。まあ、大アサリって言うんですけど、まあ、大きいアサリっていう意味じゃなくて、内紫貝っていう貝なんですけど、ホンビノス貝によく似てますよね。でも、ホンビノスとはまだ全然違くて、これね、僕らの地方ではすごく食べるんですよ。全国的には、バーベキューの貝といったら、ホタテ、サザエじゃないですか。ただ僕らは、大アサリなんですよ。ホタテより、大アサリ。まあ、個人差はあると思うんですけど、バーベキューで大アサリ持ってきたら、まあ、そりゃあもう、モテるよ。はい、というわけでこちらの大アサリ、ほんととっても美味しい貝で、また今度これだけで動画にしますけど、今日はフライングということで出てきました。まずじゃあ大アサリむき身にしていきます。大アサリのむき身の仕方は、こう見た時にこっちが水管が出る方ですね。こっちがお尻ですね。水管が出る方っていうのは絶対に少し空いてます。ここにナイフとか包丁を差し込みます。で、貝柱がこことここにありますんで、殻に沿って貝柱を外すイメージ。まずこっち側の貝柱から外していきます。で、こっちの貝柱が外れました。そしたら、こっちまで行って、こっちの貝柱も外します。で、パカッと開きます。こんな感じ。そしたら、こっち側も外していきます。
で、これで綺麗にむき身ができました。で、大あさりね、砂を噛んでることがとても多いので、この状態で一度洗います。で、大あさりも刻んでいきます。ぶつ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 と、はい、これで完成。これで伊勢エビ、ヤリイカ、大あさりの仕込みの完成。はい、では次は野菜を切っていきたいと思います。切っていきたいと思います言うて、切れとるじゃないのって言いたいんですよね。僕もそう思いますよ。録画し忘れです。今日使うお野菜がキャベツと山芋。キャベツはざく切りに、山芋はすりおろしにしていきます。すりすり。そうしましたら生地を作っていきます。ボウルに小麦粉で、そこに顆粒だし、本出しでいきます。塩コショウで、そこに牛乳で、そこにめんつゆもちょこっと入れます。お水入れます。卵入れます。で、山芋加えます。混ぜていきます。で、ちょっとこういう風にね、水気が足りないなと思いましたら、少しずつ水を加えて混ぜていきます。いっぺんに加えると取り返しつかなくなるんで、これで種の完成。はい、そうしましたらいよいよ焼いていきます。小さめのボウルにまずキャベツで、そこに作った種を加えます。2杯ぐらいで、こうしっかりと混ぜ合わせます。こんなもんですね。そしたらフライパンに油を敷きます。したらそこに流し込みます。で、その上にイカ、伊勢エビ、大あさりで、豚バラも贅沢にのせます。こんな感じ。さあ、じゃあひっくり返していきます。俺の苦手なフライ返し、うまくいくか。せーの、よいしょ、うまくいった。焼き目もいい感じですね。で、少し火を落として蓋をして蒸し焼きにしていきます。はい、じゃあそろそろ蒸し終わりましたと。うわ、いい匂いしてる。さあ、ひっくり返します。せーの、よいしょ、おー、いい感じにできました。これをお皿の上に盛り付けますと。はい、こんな感じ。次はもう一つ別バージョンを作ってみましょう。こちらの地元で採れた網エビ、これを入れます。エビせんべいの濃縮バージョンみたいな匂いがしますね。これは美味しいと思います。かなりたくさん入れました。これも混ぜます。これでエビの香りと食感を生地にプラスします。で、流し込みます。よいしょ。今回はちょっと平たくします。具材をいっぱい乗せたいので、イカがたくさんあるので、まずイカで、大あさり、伊勢エビを真ん中に置く、豚バラでコーティングしていきます。うわ、贅沢なお好み焼き。伊勢エビの刺身のつまみ食い、うん、うまい。こっちはすごくうまくいきそうな予感がしますね。そしたらいい感じに裏側が焼けたと思いますんで、ひっくり返していきます。せーの、いい音。Very nice。 蒸し焼き。はい、じゃあそろそろ焼けました。ちょっと具材があんだけ乗ってたんで水っぽくはなってますけど、問題ないです。ミスんなよ、ミスんなよ。せーの、 OK。 はい、このように焼き上がりました。こっちが網エビ入り、こっちが網エビ入ってない方。それじゃあこちらを盛り付けていく。
はい、じゃあ完成、いただきます。よし、食べていこう。見栄えはよろしいですよ。まずはこっちの網エビが入ってない方をいただきましょう。あえて青のりも鰹節も乗せていません。ここは大あさりゾーンですね。たっぷりつけていただきます。うまっ。もちもちシャキシャキの生地に大あさりのジューシーな貝汁が相まって最高ですね。伊勢エビどこだ、伊勢エビあった。伊勢エビと生地を一緒にいただきます。うまっ。火を通した伊勢エビがとにかく甘い。次はこちら網エビ入りですね。さあどうでしょうか。中までしっかり、あ、火は通ってますね。大あさり伊勢エビ食べたんで、次はイカのゾーンをいただきますね。それじゃあいただきます。うーわ、全然違う。エビの香ばしさってこんなに大事なんですね。やっぱりお好み焼きととっても合いますね。はい、ということで今日はこちらの海鮮お好み焼きときましたら、お飲み物をこちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、黄色のやつ。夏が近づき暑くなってまいりました。これがたまんないですよね。はい、こちら7対3ですね。今日はちょっと夏イメージしてます。いただきます。うわ、キャベツ切りすぎたかもしれんな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は新鮮な魚介を使って海鮮お好み焼きを作ってみましたけども、とっても美味しくできました。今日はたまたますごい大きくて立派な取れたての伊勢エビがあったんで、それ使ってみましたけども、あんなん普通使わないんでね。お好み焼きっていうのは安くて楽しくて、ご飯のお供にもお酒のおつまみにもなる素晴らしい料理なんでね、夕飯の献立に迷った方、お好み焼き作ってみてはいかがでしょうか。少しの海鮮、これがあればとっても美味しいお好み焼きできますんでね。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。